本日の、サポーターの皆さん、ご無沙汰しております。田中慎吾です。今回、このように、機会を、いただいたのも、昨年で選手を引退しまして、今現在、先ほども、言ってもらいましたけど、タイカの株式会社タイカで、今セカンドキャリアとして新たな道を、挑戦しております。僕みたいな選手、元選手を、こうやって機会をいただいたことに、非常に感謝しております。ですからその関係者の皆様ありがとうございます。ちょっとこの機会をお借りして、
まあ、厳しい時には厳しくしてくれたこともありましたし、まあ、どんなに苦しい時でも熱く背中を常に押してくれたこと、まあ、ここアイスタでもアウェーの土地でもどんなところでも皆さんのその声援というのは、まあ、僕の含めた選手みんなのものすごい力になります。そして皆さんが発言する一言一言一言全てが言霊となってものすごいパワーになります。今後、まあ、今もそうですけど、まあ、どんなに苦しい時でも選手を信じて、そしてスタッフみんなでサポーターの方も含めエスパルスのために力をみんなで選手に与えてください。そういう声援をこれからもお願いします。最後に頑張りました。本当に、まあ、このような機会を持ってくれたこと、そして、まあ、僕みたいな選手、元選手ですが、どんな時でも、まあ、今でもこうやって声をかけてくれたり SNS でも、声をかけてくれたり本当にありがとうございます。これから皆さんと同じように、まあ、僕もエスパルスを応援していきたいと思います。本当にありがとうございました。川田翔太さん、リーチリーチお疲れ様でした。